結局いろんな記事を検索してみると、はい、今回のポイントなんですけど、デリバリーの人件費の高騰なんだよね。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら。詳しくは概要欄から。はい、今回はね、シカゴピザの倒産について、ちょっとこれも前のニュースになっちゃうと思うんですけど、放映される時にはなんか引き受け先とかが決まってるかななんて思ってるんですけど、うんうん、まああんま知らないですよ、シカゴピザ。そうですね、やっぱドミノ、ピザーラ、ピザハットじゃないですか、うん、そこの大手とはやっぱりナンバシンも差がある、うんうん、関西中心で、うん、まあでも70店舗ピーク時から随分減ったけど、昭和61年開業だから、今シカゴピザだけじゃなくて直営の店で70店舗あるんだけど、結構唐突だったんだよね。っていうのは、コロナでドミノとかピザーラとかっていうのは好調だっていう感じなの、はい、お家の食事需要みたいなやつ、ね、うん、でドミノなんて本当に今この間もカンブリア宮殿とかにね、外人の社長さんが出てやってたけど、すごく好調だ。だからまあピザっていうのは悪くないんだなっていうふうに思ってるわけ、うんうん、僕らの世代っていうのは子供の頃からピザを食べてきてるから、うん、その人たちが50になっても60になっても食べると。俺食わないけどね、うん、だから今から30年前だったら、はい、60歳の人がピザ食うとか50歳がピザ食うってありえなかった。子供の食い物、若者の食い物だった。若い時に食ってれば50になっても60になっても食うわけ、うんうん、っていうことでピザの市場ってなんか他にもどんどんデリバリーとか出てきてんだけど、そこまで沈んでないと、うん、上場してるとこはないからどれだけ伸びてるかってのはあんまり分かんないんだけど、店舗見てていい感じ。全部上場してない。上場してないんだ。あ、そうなんすね。ドミノもしてないし、ピザーラもしてない。結構でかそうですけど、ね、でかいのになぜか上場してない。なんでなの。昔はあの粉もんで儲かりすぎてるから出さねえのかなと。あ、なるほど、ね、うん、こんな儲かってるのかとか。あ、それは冗談ですがはい、はい、ということで話を戻すと、ピザ市場ってのは穏やかに拡大中だと思ってたの。実際数字を見ても2012年で1200億、17年で1330、今1500億ぐらいっていうことが伸びてるんでね。今回シカゴピザが倒産ということで、負債もね15億っていうか、そこまでじゃないですよね、この規模的に、はいはい、令和2年3月コロナの前の売り上げは34億あるんだよ。34億売り上げてる会社が負債15億で急にみたいなんて、あんまり考えづらいなと思うんだけど、はい、結局いろんな記事を検索してみると、はい、今回のポイントなんですけど、デリバリーの人件費の高騰なんだよね。なるほど。結局これはだからコロナでゴーストレストランとか、はい、ウーバーイーツで取るようになって、要するにそこの人件費が高騰してしまったっていうので利益が出なくなっちゃった。それは確かにあるなと。あ、確かに。そこのピザの専用の宅配人になるよりウーバーとかの宅配人になった方がいいイメージありますよね。そうだよね。だからやっぱそこでシカゴピザってのはそこまで行けてないから、そこまで売れてないってなれば、そこで全体的にデリバリーの人たちがたくさん出ちゃって、で時給が高くなって、はい、メニューがたくさん取れるようになったっていうのももちろんあるんだろうけれども、うんうん、それ以上に、うん、デリバリー要員の時給が、昔は900円でやる人もいたのに、はい、それが1200円なり1300円なり、うん、1400円になったらそれは厳しいよね。なるほど、うん、っていうのがだから今回出てきてるのかなと。関東の方ではあのピザウィリーって会社があるんだけど、はい、ここも2月に倒産した、はい、まあ、同じような理由みたいな。大手ではないピザ屋さんが粉もんで儲かるんだろうって言ったけど、やっぱり半分ぐらいは人件費なんだと思うんだよね、はい、あ、そうですよね、うん、やっぱお店に来る業態じゃないですからね、うん、これはドミノが作ったその30分で届くみたいのがまあ一応常識となってるわけじゃん。ちょっと忙しいから1時間かかりますねっていうんじゃ成り立たないわけでしょ、うん、ということは常に置いとかなきゃいけないってことだよね、うん、なるほど、うん、そういうことで今回このシカゴピザの倒産でポイントとしてはデリバリー人件費の高騰と、大会社はね 7% ベースアップするとか言ってるけど、これも大変なことにはなるとは思うけどね。なるほど。僕はねピザで言うと、うん、その3社でもなくナポリの窯が一番好きなんですよ。あ、はい、ナポリの窯もね、好きな人は好きだよ ね、なんか美味しくないですか、うん、一番美味しい気がしてて。ピザ嫌いだもん、うん、そうそうだ。お腹減っててピザしかなければ食べるけどどこがいいの。まず安さ感じますよね、他の大手より。なんかたまにコスパがいいと。そう、コスパいい。なんか毎月なんか5個ぐらいが特別おすすめメニューみたいな感じであって、めっちゃ割引かれて安く買えるっていうのがめっちゃいいなと思って、うん、そこはやっぱちょっとなんか宣伝が下手というか、うん、戦略が下手なのかな、なるほどね。内容がいいなら、はいはい、やっぱり僕から見てやっぱドミノピザ攻めてるし、はいはい、ピザーラのやっぱメニューとかあの辺の開発力っていうのはそういうように見えるけど、ね、まあ、そんな食べないんだよ。ニュースで言ったらやっぱね3社の方が多いなと思います、ね、いやだからだって、ね、圧倒的にドミノはね、はい、アプリがいい、うん、お、ケンタッキーとドミノのアプリはやっぱちょっと抜けてるよね、へ、うん、だからそこに伸びてる理由もあるかなと思いますね。はい、じゃあそんなところで
FC チャンネルでは本部の学校というものを運営してます。これから FC 本部を作りたい人、今は FC 本部を伸ばしたい人ですね、たくさんの生徒と、ね、交流してますし、いつも竹村校長から講義やったり、僕が話したり、いろんなゲスト豪華講師陣が教えてますんで、ぜひたくさんの人に参加してほしいと思います。はい、僕もかなりレベルの高い話してますんで